インクロチャットとは犯罪者集団が犯罪計画を行うために使用していた暗号化チャットアプリでありサービスプロバイダーである。2020年6月から同年7月にかけ欧州刑事警察機構によるヨーロッパ全体での調査、侵入、逮捕が行われた。英国家犯罪対策庁の報告ではこの大取り物によりヨーロッパ全体で1000人以上を逮捕し、 多数の薬物、現金、重火器を押収したと報告している。その後、ネットワークは停止している。運営会社は140カ国に顧客を抱える合法企業通常の会社では提供できない高い機密性を提供しているとコメントしている。インクロチャットサービスは GPS、カメラ、マイク機能が物理的に無効になっている Android 携帯電話に インストールされていた。イギリスだけで約1万人、ヨーロッパ全体で推定6万人規模の利用者がいたとされる。フランスとイギリスの警察は利用しているほとんどが犯罪者であることを伝えている。欧州刑事警察機構の副エグゼクティブディレクターであるウィルバン・ゲマートによると暴力的な攻撃、汚職、殺害の試み、大規模な薬物輸送などの犯罪行為を防ぐことが できたとコメントした。追跡させないため、GPS やカメラ、マイク機能が物理的に利用不可能な状態になっている。デュアルオペレーティングシステムがインストールされており、通常のデバイスになりすますことができるようになっていた。パニックボタンという非常時にアプリを非表示にする機能が備わっており、特定の暗証番号を打ち込むと電話内の内容を消去する仕組みになっている。 値段は端末が1000ユーロで、さらに利用料としてサブスクリプション方式で年間3000ユーロを支払う必要がある。2015年12月31日、オペレーティングシステムのバージョン115をリリース。新機能として、デュアルオペレーティングシステム自動更新7こと5でのサポートを告知。二千十六年から二千十八年の間に、おそらく競合他社から不具合の動画が、 ネット動画として投稿された。2020年6月12から13日の夜に司法機関にハッキングされている事実を告げ端末を破壊することを進めた。2020年6月19日インクロチャットの終了を発表した。2016年イギリス単独でネットワークへ侵入する計画であった。2017年フランス国家憲兵隊が行っていた。 犯罪組織調査で見つかった携帯電話とともにインクロチャットが発見された。同年調査チームにフランスが参加した。2019年初期に EU が対策組織へ資金援助を行った。2020年4月、フランスとオランダの警察の間で合同調査チームが結成された。フランスにあるサーバーに技術的なデバイスを設置し、すべての情報を参加した。 操作機関が確認できる状態となった。さらに携帯にもマルウェアが設置され、送信前の暗号化される前のメッセージを読み取り、ロック画面のパスワードを記録することが可能となった。2020年5月、一部のユニットは、法執行機関により、遠隔でワイプ機能が無効にされた。運営会社は、バグと考えて、アップデートで対処したが、再び削除する。 暗証番号を変更するマルウェアによって対処された。2020年6月、動作が遅いことから司法機関がハッキングしているという噂が立ち始めていた。13日深夜、運営会社が司法機関にハッキングされていること、ユーザーに電話を捨てるよう呼びかけた。しかし、すでに情報はすべて傍受しており、その情報をもとに逮捕された。その後、 運営会社はニュースサイトにネットワークを停止したことを伝えた。セキュアモービレフォーン、エンクリプテッドフォーンと呼ばれる携帯電話は犯罪組織や犯罪者によって運営されていることが多い。例として暗号化携帯電話を販売していた MPC は犯罪者たちが運営していた。インクロチャットやファントムセキュアが利用できなくなった犯罪者は変わる。安全な通信手段を探し求め。 アノムに移行した。しかしこれは、連邦捜査局と欧州刑事警察機構が、インクロチャットの閉鎖を機に、犯罪者に移行させることで通信を傍受する、トロイの盾作戦のために用意された、おとり捜査用のアプリであり、データを解析し2021年6月に、全世界で一斉に摘発が行われた。ありがとうございます。